こんにちは、翔太です。今回なんですけど、清少納言ですね、性能について解説していこうかなと思います。まあ思っていた、もともと帽子というふうに思っていたんですけど、弓章でしたね。かなりびっくりしました。まあ、どこに弓章要素があるのか正直よくわからないですけど、まさかの、まあ、帽子要素もまあないじゃないのか、まあ弓矢は1個だけ落ちてるのあるので、まあそれで弓章なのかなと思います。まあただですね、正直やってることは帽子かなって思います。弓章というよりは帽子なのかなと性能としては思いますね。でこのキャラクターを一言で言うと、いるだけで厄介なですね、状態異常をばらまけるキャラクターになっています。なので、まあ、正直ですね、育成しなくてもいいかなと思いますね、使うのであれば。まあ、ちょっと覚醒はした方がいいかなと思うところはあるんですけど、まあ基本的には育成はしなくていいキャラクター、まあ、要するに取らなくてもいいかなとは思ってます。取っても育成しなくても使えるので、まあ余裕がある方は取ってみてもいいかなと思います。まず奥義なんですけど、清少納言、源義経、城が検定で、HP3%、砲術改心ダメージ耐性 4% と。で、清少納言と、水木と、菅九剣、賞金でですね、筋力、敏捷、知力、それぞれレベルかける15と、開きますので、下の奥義はですね、比較的コスパよく優秀な奥義なのかなと思います。それではですね、今回もパッシブ3がですね、特殊なものになっているので、まずパッシブ3で、スキル1、スキル2、パッシブ、最後にまとめをやっていこうと思います。それではですね、パッシブ3の性能についてです。まずですね、自身の防御貫通が1000増加します。まあ、固定値の増加なんで微妙かなと思いますね。で、出陣時2ターンの間、自身が夢中状態になってですね、まあ、敵のですね、まあ、単体攻撃ですね、とかは基本的にはですね、防ぐというか攻撃対象にならなくなります。範囲攻撃とかですね、そういったもののにのみ、攻撃対象になるようになります。で、そして4ターンの間ですね、隣接する味方2名を、初攻状態にさせると、これが強くてですね、この初攻状態になると HP の上限がですね、勝っていると生後解除されなくなるんですね、問答無用で。まあ、なので、まあ、格上の方にはHP 負けることあるかもしれないんですけど、まあ、自分の主力ですね、っていうのはなかなか HP で負けることっていうのは少なくなってくるのかなと思いますので、まあ、少なくとも、ただの生後解除キャラクターには解除されなくなる、まあ、お相手の、まあ、メインのキャラクターの、生後解除のみ、まあ、どうなるかなというふうな感じになると思いますので、この初攻を、隣接する味方2名に4ターン付与できる、これは非常に強力です。なのでここだけ見ると、あのスタメンで、この隣接する味方2名を自分の好きなキャラクターにしてもらうっていうのがいいのかなというふうには思います。まあ、ただですね、あとでスキル1のところでも話しますけど、このキャラクター自身はスキル1を打ってなんぼなところがありますんで、応援出しでですね、まあ左右のキャラクターですねっていうのは自分で確実に選ぶことはできないもののですね、応援出しで使ってあげるっていう風な方法っていうのもありなのかなと思います。で、夢中だとですね、受けるダメージが 65% カットできますが、弓章で 65% カットなので、まあ、正直ですね、耐久性は低いと言わざるを得ないかなと思います。で、自身の残影状態はですね、瞬魂状態の敵に解除されないという風なものもついておりますので、非常にですね、この瞬魂状態、このキャラクタースキル1打つだけで敵全体ですね、瞬魂状態に常時することが、もうターン制限なくですね、することができるようなものになっておりますので、このキャラクターの残影状態っていうのは、まあほぼほぼ解除されること自体はないのかなと思います。強みとしては出陣時に夢中に入ることができて、なおかつ領土内のキャラクターを初攻状態にすることができる。これによってですね、生後状態のキャラクターに、まあ、制御の耐久性というか、まあ、生後剥がしに対するですね、耐性っていうのがもう、爆上がりするような状態になりますので、非常に強力かと思います。ここは本当に強いと思いますね。で、まあ、瞬魂状態の敵さえですね、1名でもって言い方は良くないか、まあ、残っていればですね、残影の解除はされなくなるのかなと思います。弱みとしてはですね、復活等っていうのは一切ない、致命ダメージ無視も復活も一切ないので、
まあ、正直ですね、耐久性は全くないと言ってもいいかなと思います。まあ、同じようなキャラクターでモーガンもですね、一応夢中に自身入ることができるんですけど、まあ、致命ダメージ無視による復活があってもですね、あの夢中に入るだけっていうのは結構厳しいところがありますんで、まあ、やっぱり今強い範囲攻撃ですね、リッシュとか帰国士がまあ代表かと思いますけど、強い範囲攻撃を持っているキャラクターっていうのも増えてきているので、まあ、夢中だけに頼るっていうのは非常に危険です。で、初号をですねばらまく、まあ、だけの存在と思ってもらった方が個人的にはいいんじゃないかなと思います。それではですね、スキル1の性能を見ていこうと思います。残り HP パーセンテージが最も高い敵で最も低い敵で、最大攻撃力が最も高い敵をそれぞれ3回攻撃、まあ、合計9回攻撃するんですけど、まあ、これらのですね、攻撃対象は同一人物の可能性もあります。なんで、まあ、3名に3回ずつ攻撃することもありますし、1名に9回攻撃する可能性も秘めているというふうなものになりますね。で、火力としては 600% の物理ダメージと、攻撃力の 60% 敏捷の6倍のダメージが入ると。で、まあ、ここ攻撃力であって最大攻撃力ではないので、まあ、そこはちょっと残念なポイントかなと思います。で、毎回攻撃前 100% の確率で2ターン内で敵を瞬間罪悪にすると。で、物理会心ダメージ、砲術会心ダメージを 100% 減少、会心攻撃される確率を 25% 増加で、自身の残り HP が 50% より高い場合ダメージが倍になる。まあ、この瞬間っていうのがですね、あの敵が行動するたびにですね、その敵の領土内のキャラクターに瞬間罪悪を、まあ、伝染させていくというふうなものになっておりますので、非常にですね強力です。まあ、これもともと名前違ったんですけど、まあ、良くなかったのか名前気づいたら変わってましたね。で、瞬間罪悪にしたキャラクターの、物理と砲術会心ダメージ 100% 減少させるんですけど、まあ、正直ですね、ここに関しては虚弱の方が半減してくれるっていうところで、全ての火力を、まあそんなにかなとは思います。で、会心攻撃される確率を 25% 増加させるんで、まあ、実質こちらの火力を、まあ、クリティカル分ですねアップさせるようなものになるんですけど、まあ、利子にですねこれを付与してしまうと、まあ、ただでさえ利子のですね耐久性が、まあ、上がってしまうというところがあるので、利子にはあんまり付与したくないっていうところがちょっと残念なポイントかなとは思います。まあ、なんだろう、この瞬間罪悪自体はそんなに強力なものではないと思ってるんですけど、敵はですね常に罪悪状態にすることができるっていうところに、まあ、このキャラクターが、清少納言がいなくなっても、この瞬間状態がどんどんですね敵の中で拡散していくっていうところが、まあ、強いポイントかなと思います。で、自身の敏捷値が敵より高いと敵の状態上耐性を 100% 無視できるんで、まあ、一応ですね育成して敏捷値確実に敵により、勝る状態であれば、瞬間罪悪っていうのは付与していけるようなものになるのかとは思います。で、全ての攻撃を4ターンの間味方6名を雷強聖護にすると。で、自身が夢中状態の場合、2ターンの間体力値が最も高い敵に、最も高い味方2名を初行状態にさせると。まあ、ここもですね非常に強力で、まあ、自身が夢中っていうのは、まあ、覚醒後までさせる必要はありますけど、まあ、確実に入ることができると。まあ、パーシバルとか使ってもいいんですけど、まあ、それはちょっと狙ってやるのも難しいので、まあ、覚醒後までさせてあげてですね、夢中に確実に入れるようにしてあげると、応援出しでもですね、まあ、体力値が最も高い味方2名を初行状態にすることができるので、非常にですねこの初行は強力かと思います。まあ、HP が高ければ高いほど初行っていうのは生きてくるので、この体力値が最も高い味方2名っていうのは非常にですね、対象としても優秀なのかなと思います。で、まあ、ダメージとしては 5400%、 攻撃力 540%、 知力値の54倍からですね、ダメージ倍になって 1800% と攻撃力の 1080%、 知力じゃないですね、敏捷ですね、失礼しました、の108倍ですね、のダメージを出していくことができます。ちょっと見た目のイメージに引っ張られすぎて知力って書いてしまいました。大変失礼いたしました。強みとしてはですね、最大敵3名にですね、瞬間罪悪をばらまけると、まあ、3名にばらまけばですね、その両隣にも拡散していくので、まあ、十分なのかなと思います。
で、まあ、この瞬魂罪悪は敵ですね、1面でも残っていれば毎ターンですね拡散していくものになりますので、敵としてはですね一気に全部解除しないと、相手は常に瞬魂罪悪に振り回された状態で戦闘することになると。で、主力にですね初行状態を付与することが可能というところは強力だと思います。弱みとしてはですね、まあ、火力はですね、まあ、正直まずまずの性能なのかなとは思います。まあ、9回攻撃できるんですけど、一発一発の火力がそこまででもないので、まあ、まずまずの性能っていうところかなと思います。で、リシンですね、瞬魂をつけるとですね、ちょっと正直デメリットなので、まあ、そこがどう判断するかですね。まあ、リシンの攻撃状態を発動させなければメリットにはなるんですけど、まあ、こちらのですね、まあ燃焼と封印対策ですね、リシと帰国士のコンビの、燃焼コンボであったり封印ですねをいかに回避するかっていうところは課題になってくるのかなと思います。ついでスキル2です。敵の残り HP パーセンテージが最も低い敵を6回攻撃すると。で、700% の物理ダメージと敏捷値の8倍のダメージが入ります。で、毎回攻撃前敵が瞬魂状態の場合 100% の確率で敵の有益状態、あるいは生後状態を1つ解除、自身の敏捷値が敵より高い場合ダメージが倍になる、自身の、残り HP が 50% 低い場合そのダメージの 100% の HP を回復と。で、自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合会心率が 50% 増加、って感じですね。で、会心攻撃が発生した場合は攻撃回数が1回増加と。まあ、攻撃対象が残り HP パーセンテージ最も低い敵になっているので、まあクリティカルが出やすいっちゃ出やすいのかな。で、まあクリティカル出れば最大、まあ、9回攻撃まで伸ばしていくことができると。で、すべての攻撃を4ターン内で自身が残影生後になって回避率 60% 増加、受けるダメージ 50% 減少、回避するたびに受けるダメージが追加で 5% 減少で最大 30% 追加減少可能なんで、まあ 80% ダメージカットまでいくと。で、まあこの残影生後はパッシブのところでも言いましたが、まあ基本的には瞬魂状態に適応していると思うので解除はされないようなものになっているかなと思います。まあ、ただスキル2の最後に残影生後に入るんで、まあ、ちょっと遅いですよね。まあ、K とか3回復活で復活するたびに残影生後に入ることができるので、それに比べるとかなり弱いかなと思います。ダメージとしては 4200% と敏捷値の48倍からですね、まあ、一応ダメージ倍とクリティカルと9回攻撃出していくことができると 18900% と敏捷値の216倍というふうになります。まあ、再生火力比較的出しやすいキャラだと思うので、まあ、火力は強みとしては火力はまずまずの性能かなと思います。で、敵が、あ、ここ読み忘れていたな。毎回攻撃前敵が瞬魂状態の場合 100% の確率で敵の有益状態あるいは生後状態を1つ解除と、ありますので、まあ、敵瞬魂であれば生後解除も可能です。まあ、ただ有益状態あるいはとなっておりますので、まあ、そこは注意が必要ですね。で、攻撃後にですね、まあ、剥がされにくい、残影状態に入ることもできるので、そこも非常に強力なポイントになってくるかなと思います。弱みとしては生後解除の点かなと思いますね。そこは弱いと思います。まあ、せめてどっちも一つずつ解除してくれたらまだ良かったのになとは思います。で、残影に入るのがスキル2の最後なので、まあ、かなり遅い。もうスキル1で入っとけよって話です。復活もないので、耐久性は難ありまくりです。正直かわすだけってなると弱点が多すぎるんですよね。まあ、モルドレッドの攻撃も普通に受けてしまいますし、まあそこですね。あとレベル差による補正とかもありますんで、まあ、自分のレベルが低いってなるともうこの残影生後ってあまり意味ないものになってきますので、耐久性能は難がありまくりなのかなと思います。まあ、次にパッシブですね。攻撃力 58% 物理防御貫通線 HP 58% 防御力レベルかける300、敏捷値2倍分知力ダメージをカット、で、まあ、かき氷はいいとして、敏捷値レベルかける360、ダメージ反射耐性が 50% 増加、敏捷値の3倍分攻撃力ダメージをカット。で、MR の武器が命中値レベルかける300、攻撃力 21%、体力値レベルかける280、UR1000 の武器が、命中値レベルかける280、攻撃力 19%、体力値レベルかける260と。まあ、強みとしては一応、敏捷値がレベルかける360なので、敏捷値は高めです。まあ、ただ、最後の覚醒だからそこまでやるか。で、反射に対しても強いんですけど、それも最後の覚醒です。で、あと命中値が高いので、
まあ一応戦役ボスで使える性能ではあるかなと思います。4位としては耐久面ですね。まあ防御力とか体力値ありますけど不安しかないです。あと防御貫通も弱いんですよね。火力も心配ですね、正直言って。物理と防御貫通の固定値の1000しかないので、正直そこは非常に残念だなというふうに思いました。最後にまとめとなります。戦役ボスですね、まず命中値が高く、まあ火力も比較的には高いのかなと、理想火力は最大火力は思いますので、まあ、使えんことはないかなと思います。闘技場ではですね、瞬魂によって敵全体に罪悪を常にばらまけたり、初行ですね、あれも非常に強力なので、まあ、サポーターとしてはまあ帽子だったらよかったな、サポーターとしては案外ありかなと思ってます。城に関してはスキル1回復ないんですけど、反射耐性 50% あるので、まあ早々ですね、反射で落ちたりとかないのかとは思いますが、まあ復活とかもないので三角でよかったかなと思います。強みとしては敵全体を瞬魂状態にすることで味方全体のサポートが可能で、さらに初行状態を付与することができるので、まあ復活キャラクターとの相性は悪いと思うんですけど、致命ダメージ無視のキャラクターとかにですね、付与してあげると非常に強力なのかなと思います。弱みとしてはですね、このキャラ自体の性能はですね、はっきり言って弱いですなので要注意かなと思います。まとめとしては、味方に初行敵に瞬魂を付与するだけと割り切るのであればありかなと私は思ってます。ある意味育成しなくてもスキル1を打てばもう役そこで役割果たすことができるので、スキルにはまあ正直火力なので、スキル1打てば役割果たすことができるっていう点で考えると、応援出しでちょこっと出してあげるだけでかなりですね、まあ応援出しでちょこっと出してあげるだけのキャラクターとして考えると、優秀な、かなり優秀なキャラクターだとは思います。まあ、ただこのキャラクター自身ですねっていうのは強くないので、基本的にはスルーでいいかなと思います。まあそうですね、最近だとモーガンが来たことによって、ただのバッファーもですね、まあ、バッファーは腐らないというところはあったんですけど、バッファーも腐るような時代になってしまったので、まあ、こういったですね、味方に白バフを付与して敵には罪悪だけを罪悪をばらまくっていう風なキャラクターは、まあ、今後腐りにくいのかなというふうに思ったので、まあ、バッファーですね、まあ、デバッファーかっていう観点で言うと、まあ、ありなんじゃないかなと思います、ね。まあ、ただやっぱバッファーって別に対人以外でも使えるんで、まあ、そこですね、対人でいくらモーガンが、来てバッファーがちょっと腐ったとはいえ、戦役ボスではまだ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 というか、もうこれからもずっと使い続けることになると思うので、バッファーよりこのキャラクターを優先するっていうのはちょっと違うかなと思います。まあそうですね、でまあバッファーみんな持っててこのキャラクター取るかっていうと、まあそれも違うので、まあ基本的にはやっぱりスルーでいいかなとは思います。まあ案外ありかなとは思いますけど、まあどうしても整合解除、されない、されたくない、まあリシーと帰国士が一番相性いいですかね。あの辺のキャラクターに職をつけるたいっていうだけならありかなと思うので、そういった方はとってもいいかなと思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていきますので、高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、メンバーシップの登録と、もしよければよろしくお願いいたします。